皆さんこんにちは、太郎です。本日は11月3日金曜日です。はい、ということでね、はい、今日久しぶりにトラクターに乗っております。というのもですね、はい、やってまいりました。そう、耕作放棄地、はい、耕作放棄地にやってまいりましたが、おっと、誰かが草を刈った跡があるな。誰か同じ志を持っている人がいますね。ここ私がモアで草刈りしたんですけれども、草刈り機で刈った跡がありますね。ただモアで刈ったので、どこの草を刈ったのかは分かりませんが、まあ嬉しいことですね。はい、誰か地主さんでしょうか。はい、まあここね、スライドモアで刈ったので、まあ、このような刈り跡、まあさすがにこの季節だと伸びは遅いですね。まあ、この塗り面は枯れておりませんが、まあ、そしてね、私は今、はい、ここうちの田んぼですね、もう耕運されております。で、そうやってきましたのは、そう、先々週でしたかね、先々週2週間前に、はい、耕運した、はい、この耕作放棄地です。ね、ここはい、半分残してねやってきたんですけれども、ちょうどね、はい、まあご存知の通りスライドモアがね大変なことになりましたので、もうねできないということでありますから、この MZ555 で、はい、耕運していこうと思います。でね、耕運することで、まあ一時に草は本当防げるかなと思ってるんですけれども、うん、まあ効果が楽しみです。で、私自身久々の耕運なのでね、はい、ちょっと思い出しながらやっていこうかなと思います。まあ、開拓兼耕運といった感じでしょうか。よし、それではやってまいりましょう。PTO は一足、作業スピードは具合を見ながらやります。で、ちょっとこのね草ぼうぼうのところと開拓済みのところ、耕運すること、どっちもねちょっと一列だけ耕運してみようかな。どんな違いが出るんだろう。よいしょ、はい、ワンタッチ耕運入れて、もうそのぐらいね忘れております。はい、更新調整は浅め、ちょっとすみません汚いですね、浅め2でやります。 OK、 いいぐらいのスカ、うん、でもやっぱり草刈ってるから全然綺麗ですね。さすがに11月、まあ刈った時は10月ですが、そこぐらいまでなると1ヶ月程度じゃ伸びませんね。ああ、2週間程度じゃ伸びませんね。はい、作業速度を今3キロまで上げましたが、よいしょ、3キロまで上げるとかき跡はこんな感じ。微妙です、微妙。3キロは早かったか。あ、 PTO はね一足でやっております。ちょっとこの草ぼうぼうのところも行ってみましょう。更新を3まで深くします。お、いいっすね、草ぼうぼうのところ、はい、更新を3まで深くしましたが、そして作業速度を、変速後 1.8 まで落としました。だいたい 1.8 です。おお、いいっすね。あ、別にモアを使わなくても、まあ結構すき込める、すき込めてはないか、まあ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 とかいった感じでしょうか。で、ちょっとねやっぱり耕運してる感触はありますね。今 2.5 ぐらいにしましたが、あ、ちょっと浅くすると、はい、まあ、ただね耕作放棄地なので、そこまでね深く爪を入れてあげる義理はないので、よいしょ、あ、でもいいな、いい、3でやろ。よし、ダッシングしました。 PTO オフ、パーキングブレーキ、ちょっと
ましょう。あ、いいっすね。あ、いいいい。ここね、もうここと同じように草ぼうぼうだったんですけれども、あ、全然ロータリーでもなんだろう、もうこの時期だったらロータリーでもいいですね。うん、ほんとね、このぐらいの草だけなら全然ロータリーでもいいかもしれません。まあ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 大きいロータリーですけどね。小橋のちょっと見えませんが 2.2 メーターのロータリーです、これ。はい、いいですね、結構いいですね。まあ土塊なんだろうな。うん、あ、結構ふかふかだ土も。まあもともとね、ここ は畑だったのかな。ね、そこの田んぼより高いんですよ。もうなので水が引けないといったところみたいです。牧草植えられてたのかな。よいしょ。へえ、まあこんな感じね。結構ね、ロータリーでも行けるもんなんですね。よし、それが分かったということで、ただね、はい、前回と一緒、半分しかしません。というのも、あんまりやってるとね、カチャカチャがね、カチャカチャもですし、今ね、収穫上がりです。キュウリの収穫上がりということでやってきてますが、あー、やっぱりこのイノシシが寝た部分はちょっと辛いな。ちょっとね、GoPro のマウントがないのでどうしようかな、難しいんですよね。そうですかね、映ってますか。ちょっと映ってないな、不安定か、これじゃあ。GoPro の置き場がないといった状況であります。本当はこの辺りでしたいんだけどな、撮影を。あー、割れそう、悩ましいですね。あの SL にね、 GoPro のマウントつけておりますけれども、 SL にしかありません、マウントは。ちょっとね、はい、映像が乱れました、申し訳ありません。もう手でこう撮るしかないな。よし、それでは行こう。ちょっといまいち、いまいち分かりづらいですね、ロータリー。最初のね、あの草ゾーンも分かりやすかったかな。草ゾーンが分かりやすかったので、もう一回草ゾーン入ってみましょうか。よいしょ。はい、もう一度ね、一回草ゾーンを借りましたけれども、あ、借りたじゃない、幸運しましたが、もう一度草ゾーンをね、この雑草ゾーンに突入して幸運してみます。それとね、はい、このように猫じゃらしいっぱいですけれども、まあ、前輪より高いぐらいですが、ね、綺麗にこけてますよね。めちゃくちゃいい感じ。まあ、すき込むまではいかなくても、まあ、結構これ根っこをね、切ってくれてるんじゃないかなと思っております。どうだろう、ね、スライドモア復活まではなんとかね、こういった作業で粘らないとなと思っておりますが、またダッシングしちゃった。はい、いけないな、スライドモアの癖でついね、ちょっとトラクターの操作が違うので間違いがちです。はい、ということで気を取り直して幸運を続けてまいりましょう。よし、隣接幸運はしないと、隣接幸運はしないけど、ここだ、ここ、次は
ここはね、ちょっとイノシシが寝たくった後なのでボコボコしておりますが、やっぱりちょっとかけたりかけなかったりですね。よいしょ、やっぱりイノシシが寝てたところについてはちょっとイノシシホール、そこは難しいかな。なかなか綺麗にコーンするのが、もともとね、なんて言うんだろう、あまり地面が綺麗じゃないような感じです。はい、そしてちょっと怖い事実が一つありまして、あのね、今ちょっとサムネイルを撮りにね、車外に降りたんですが、かなりこの草の粉塵を吸ってしまいました。怖いです。あー、やられるなという量の粉塵でした。晩酌注意ですね。で、あと1点、なぜか MZ エアコンが効かない。なぜだ、今ね、なぜだ、 MZ でモアを使うようなことはないんですけれども、非常に暑いです。どうしよう、非常に暑いし、開けたら粉塵吸うし、悩ましい。エアコンが全く効かない。あーけど、あー涼しい。もう開けよう、この換気口だけ開けよう。よし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 、それにしてもロータリーってどのぐらいの草までいけるんでしょうね、この切断っていうか、まあ、かなりいけるイメージではありますけど、本当ね、こういう耕作放棄地ぐらいならロータリーの方が逆に早いのかもですね。ほら、農道とか砂利道だったらあんまりというか、ロータリーで作業するわけにはいきませんが、こういったところでしたらね、あれですよね、ロータリーでもいいですよね、あの書いてもいいところ、うん、そう思いました。実際モア作業よりロータリー作業の方が早いので、おー、いいなあ。あー、ほこりが、よーし、きれい。はい、こんな感じ。うん、きれいになってますよね。まあね、画面左側は幸運が終わってる、画面右側は幸運が終わってない、そんな感じですが、結構どうでしょう、いい感じに私には見えます。ここ隣接幸運なのでまだ書いてません。はい、そしてロータリー1本分ぐらいだいたい開けて、よいしょ、まあ、幸運はね、土がひっくり返ればそれでいいと思ってますけれども、さすがに田んぼだったらそれで結構いいんですけれども、こういったところはね、なかなかそれだけじゃやっつけられませんね。ここ幸運するのは前にも一度幸運しておりますので、2回目か。あそこも幸運しなければなんですよね。ススキの根っこが破壊できないかなと思って、ススキがなくなれば、あの背丈の高い草はね、なんていうのかな、かやかな、それだけになるので結構ね、すっきりするんですよね。そうやって草丈が短くなるとイノシシが近づきにくくなるんじゃないかなと素人想像してます。はい、やばい、鼻が痒くなってきた。すみません。
単位でも開拓いけるな、これなら。むしろ草が生える時期はこっちの方がいいかもですね。まあ、ただそのね、開拓する土地の、まあ、内容によってというかね、廃農道だったらね、農道を耕運するわけにはいけないので絶対にモアになりますが、こういう土地、そんな感じの土地とかね、そんな感じのところを開拓するなら、モアよりもロータリーの方が、なんていうかな、この機械の性質上合ってそうな気がしました。よし、ここをどうしようかな、はい、この辺りかな。よし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 、いやいいですね。ただやっぱり SL より振動が多いですね。なんかな、 SL はキャビンとシャシーが離されてるのかな。なんかね、SL に乗ってると、あれ？あれれ？なんか GoPro が変な設定になってた。この辺と、なんて言うんでしょうね、ボンネットとキャビンのね、動きが違って見えるんですよね。振動吸収してるというか、なんかブッシュで浮いてるのかな。要はここのね、メーターフードの振動とボンネットの振動具合がね、全然違って見えます。よし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 、いいねいいね。あ、綺麗になった。綺麗です、 OK です。ちょっとこれでもあれだな、暑いな。なんかちょっとこれじゃ開拓は続けられないぞ。いよ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 ピンチです。激アツトラクターね、太陽が出てる限りトラクターの中は暑いです。真冬だろうがなんだろうが、トラクターの中は暑いです。太陽が出ているとビニールハウスと一緒ですね。ビニールハウスはね、勝手に天井を開けますけれども、トラクターはね、窓開けたら私は鼻炎なので、もう鼻水が止まりません。今もうやばいです。ただまあ暑いのより鼻水を取っているというだけですが、このままじゃ今晩の晩酌ができないという悲しいね、ジレンマ。いやだなあ。でも早い、圧倒的に速いモアと比べると、まあ、そうですよね、モア 1.4 メーターだけど、このロータリー 2.2 メーターですし、作業速度は、まあ、そうか、作業速度は似たようなもんか、今 2.3 キロ、まあ、下手すればモアの方がスピードは出せますけれども、まあ、幅が全然違いますよね。よっしゃ、だいたい一周しましたよと。これ来年あぜ塗りしとこうかな。あぜ塗りすればねえ、大雨が降ったりすれば水が溜まったりしませんかね。水が溜まればかなり、なんて言うんだろう、そういう草の生えるスピードってね、抑えられると思うんですが、どうかな、やってみようかな。ちょっと気が向いたらね、あぜ塗りやってみようと思います。そうそうそう、ここね、外周はモアで先々週ね、切っていたので綺麗ですね。はい、でもう一度この先ほど耕運したところを通って2回通るとだいぶ綺麗になるんじゃないかな。どうだ、
あコメントしてる。あ、綺麗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 ですね。さすがに2回通ると綺麗ですね。おー、いいですね。やっぱりいいっすね。 MZ は SL にも、 SL ね、ロータリー一応あるんです。あるはあるんですけど、ほぼ使いませんが、やっぱロータリーはこっちの方が早いですね。うん、一応 SL 用にもね、ニプロの 2m ロータリーはあるんですけれども、ほぼ使ったことがないような感じです。まあ、使ったことはありますけれども、まあなぜ使わないかというとね、まあ SL ハローとアゼノ歴使う時期以外はほぼスライドモアがついていた、そういう理由でして、でスライドモアがね、直走タイプなので、うちのはもう取ったりつけたりがめんどくさくてですね、なんだろう、その要はアゼ塗り機ハロー、それがついている時期以外は、まあ、なので 2、3、4月以外はスライドモードがずっとついているというのがね、通常時です。まあ、そんな感じだったんですけれども、どうしましょうかね。まあ、でもロータリーもね、かなりできるということがちょっと今日分かりました。侮ってました。こんな草ぼうぼうのところをロータリー移行することなかったですけれども、こっち側はね、あのもちろん書いてたんで、そんなことはないんですが、書いてたじゃない、事前にね、2週間前に草刈りしておいたんでね、スライドモアで全然余裕なんですけれどもね。そちらうちの田んぼなんですが、そっちの方が低いでしょ。水の流れは向こうからこう流れてきます。であっちがね、排堤防濃度がある、ね、川なので、そちらの方に、ね、流れていきますけれども、そういった水の流れなんですよね。よし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 、最後あと一周して終わろうかな。よし、この MZ 用の GoPro マウントも買っとかないとですね、大変だ。OKOK、 いやめっちゃ綺麗になったな。綺麗でしょ。綺麗ですよね。こんなんだったんですけどね、で意外とこんなんだったところも、このね、2列はロータリーで高温してるので、このぐらいまではできるんだなという印象です。はい、外周2周目、この草ゾーンもここ2回目。きれいきれい。なんか草が長かったところの方がやっぱり水分が多いですね。湿り気がある。高温した跡がなんかいい土に見えますね。どうなんだろう、実際のところは。多分いいはいいはずですよね。あ、どうなんだろう、この生草が分解されればいいのか。でモアでやったところもね、結局水分は飛んでるでしょうから、あの 切った草のね、水分が飛んで、まあ、それを混ぜるというね、まあこれ稲刈り後の幸運みたいな感じなのかな、イメージだとね。え、見るとね、結構広くて綺麗なとこなんですけどね、まあイノシシは出ますけど。そうなんですよね、イノシシが出るとやっぱり柵付けめんどくさいですよね。やっぱり牛の飼料の類を柵付けしようとしても、やっぱりイノシシがね、悪さをしたそういう飼料作物って牛食わないそうです。
うん、あ、食わないで食いが悪い、うん、臭いんでしょうねやっぱね、まあ、人間でも思いますもんね、臭ってね、牛も思うんでしょうね。よっしゃー、はい、外周2周終わりましたよというところで、よし、はい、PT オフと、はい、よいしょよいしょよいしょ、はい、ちょっとチェックしてまいりましょう。どうですかね、どうですか、綺麗になってますよね、いいですね、うん、やっぱり幸運するともう一時生えなさそうというね、実感が湧くのでいいですね。でこのね、はい、草だったゾーン、ここでここからこっちですね、ここからこっち、ね、ちょっとうっすら緑が濃いですが、はい、このぐらい生えてました。だいたい1メーターぐらいでしょうかね。まあ生えてるは生えてるけど密度的には薄いかな、まあ、あのカヤとかね、そんな感じじゃないですね、うん、このぐらい、うん、いいですね、いい開拓になりました、うん、ちょっと収穫だったのはむしろね、あのモアよりこっちの方が開拓になったかもしれません、うん、ちょっとね、うん、まあモアが壊れてはしまったけど、壊れたことによってその開拓の向き不向き、土地においてはですね、こういった書いてもいい土地ならロータリーの方が早いですね、圧倒的に、うん、よし、収穫収穫というね、収穫ということでね、ポジティブに捉えようと思います、ね、555なんでだろうな、またちょっとね、後日ね、いや、このチェックもしなければですね、あんまりそんな、そういった残差がつくような扱い方は、残差というか埃がつくような扱い方は、これロータリーだけなんでね、ないはずなんですけど、まあ、はい、何かあるんでしょう、また調べてみようと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うん、モアじゃなくても結構いけるんだねと思ってくださった方も、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。